はい、皆さん、こんにちは。今日プロ YouTuber のカツッパです。今日はアットコーダービギナーズコンテスト173回目を解いていきます。いつも通り、最初は A から D で、あと E と F は別の動画にします。さて、今日の冒頭のおまけですけど、僕の好きな式をお教えします。小町算みたいなやつなんですけど、こうやってね、1から、1、2、3、4、5、6、7、8、9と並べて、6、7、8、9の間どうだっけ ?6 足す7割る8足す9だっけ、こうかな、違うな、ここ引くだわ、ここ引くにするとなんか面白い式が出てきます。ちょっと皆さん計算してみてください。さて、じゃあ、あと1秒で始まると、スタート。で、6問開きまして、今日は珍しく日曜開催なんですね。昨日なんかグロー4があったからかな。じゃあ A 問題、ペイメント。N 円の商品を買います。千円札のみを使って支払いを行うとき、お釣りはいくらになりますかということなので、でも千円札そんな余分に払わないよということだから、まあ、千円、二千円、三千円、四千円っていろいろ試していって、で、超えたあたりでお釣りを見ればいい。まあ、実はですね、千で割った余りを見れば、一瞬でわかるんで、千で割った余りを見て、千からそれを引きましょう。ただ、それをすると、千の倍数のときに千って言っちゃうから、それだけ気をつけて。a.py 開きまして、n をもらいます。こうですね。で、n の割った余りもらいましょう。もう普通に別の名前つけなくてもいい。線で割った余りもらって、もしこれが0だったらプリント n でいいし、そうじゃないならプリント、まあ、プリント0でいいか。で、そうじゃないなら線引く n でいいですね。はい。これで良いでしょう。さあ、じゃあ試していきましょうか。Python さんの a.py とやって、3000の時に1000と出てこないことが大事です。さあ、次、1900は100ですね。じゃあ大丈夫でしょう。提出をします。はい。で、ここ Python。この前、なんだっけ、ヒューリスティックスコンに出たので、全部言語が C 言語になってますね。さあ、次、B 問題。ジャッジステータスサマリー。高橋くんはプログラミングコンテスト AXC002 に参加していて、問題 A にコードを提出しました。で、この問題には N 個のテストケースがあります。各テストケースについて、ジャッジ結果を返す文字列が与えられるので、AC、WA、TLE、RE であったものの個数をそれぞれ求めてくださいということですね。で、どれかの文字列がたくさんあるから、それぞれ何個ずつありましたかというのを、こういう感じで出力してください。ということだそうです。はい。じゃあ、これはそんなに難しくないですね。N もらって、N 回入力もらって、AC なら、その AC カウントを1プラスして、WA なら WA カウントを1プラスして、みたいな感じでいいですね。これはよくある。なんなら業務とかでもありがちなコードですね。まず AC の数、WA の数、TLE の数、あとは RE の数を、初期化しておきましょう。最初0個です。で、N もらいまして、あとは N 回何かもらいます。for を、なんちゃら in range N。あ、このアンダースコアで for 回すのは皆さん、ぜひ覚えてください。特に必要ない変数はアンダースコアでやっちゃうとメモリ食わずに、メモリ食うんだけど、効率よく、動きます。で、もらいましょうね。リザルトね。リザルトをもらいましょう。インプット。で、これが、AC だったら、AC++ ですね。プラスプラスないから、こうか。はい。で、こういうのを、1234と4つ用意して、AC、WA、TLE、RE ですね。さっきみたいに似たような処理があったら、1個だけ書いて、残りはコピペでやって、マイナーチェンジだけするっていうのを、ぜひ皆さんもやってみてください。これはですね、いいとこと悪いところがあって、単純に書くのが早くなるんですけど、マイナーチェンジをちょっとミスると、なんか変なバグを埋め込んじゃって、で、しかも目がチカチカするから、バグ取るのが大変なんですよね。だから、こういう、簡単なやつは、そういうことをやっていいと思います。で、もうちょっと入り組んでくると、ちょっと丁寧に書いた方がいいかもしれませんね。で、これして最後に出力ですね。プリント、ACE、スペース、X、その後、これですね。これは、Python のフォーマット文です。これでいいでしょう。で、これも同様にこんな感じでやって、ACE は、TLE、レっていいですね。もうは、TLE。TLE、はい、これでいいでしょう。こういう数えるだけのやつはね、特にコーナーケースとかもないでしょうから、サンプル通れば OK で
いいと思います。3120。いいですね。お、むっちゃ意識してる。楽しそう。プトーン。はい、いいですね。じゃあ、こちらを提出していきましょう。はい。で、また C もやってる。Python でお願いします。提出。で、A は通ってました。さすがです。じゃあ、C 問題いきましょう。H&V。H 行 W 列に並ぶマスからなるマス目があります。で、上から I 行目 J 列目のこと。あのマスの色は文字 CIJ として与えられますと。で、これが点の時は白で、シャープの時黒ですと。で、次の操作を行うことを考えます。行を何行か選びます。0個でもいいです。で、列も同様にいくつか選びます。で、選んだ行に含まれるマスと、選んだ列に含まれるマスをすべて赤く塗ると。で、まあ、こういうことができて、正の整数 K が与えられます。操作後に黒いマスがちょうど K 個残るような行と列の選び方は何通りでしょうかということで、ですね。まあ、ここは活用方の話ですね。まあ、ちょっとなんか C 問題にしては骨があるというか、なんかちゃんとした数学の問題ですね。まあ、マス目があって、まあ、白かったり黒かったりするわけですよね。こんなにしましょうか。で、ここ黒、ここ黒、みたいなのがあるわけですね。で、我々は、いくつか列と行を選びます。そしたらそこが全部赤く塗られます。ひょーと。で、そしたら残ってる黒はいくつありますかってことで、これなら1ですね。1個だけど。はい。まあ、こういう問題なんですけれども、で、そういうのどれぐらいできますか？何通りありますかって問題で難しいなと思ったんですけど、 H と W が6でした。ということで、全通り試していいですね。というのも、上の塗り方、まあ、どの行を選ぶか、これはここ選びますか選びませんかですね。イエス、丸か×か。で、ここ丸か×かで、それぞれ2通りずつありますから、2の、まあ、H 乗個ぐらいあります。どっちが1かな、わかんないけど、まあ、2の行数、ウィズザがこうか。で、こっちも2の H 乗項ですね。ハイトの H です。2の H 乗、2の W 乗あって、まあ、両方6とかなんで、全通り試しても、まず選び方自体が、2の12乗ということなんで、2048？ 違う、4096通りぐらいしかないと。まあ、全部試しても大したことない。し、まあ、こういう塗り方しますとした後に、実際に塗って黒の数数えるっていうのは何も難しくありませんから、まあ、4096×6×6 とかですか？まあ、でいいでしょう。はい。まあ、こんなもんでいいんじゃないんですか？特に難しいことないですね。まあ、実際のところ、どういうふうに、この2の H 乗項を、全部舐めるか、フォア分で舐めるかっていうのと、あと、塗り方を決めたときに、黒いところがどれぐらい残るかをどう実装するかっていうのは、それはそれで難しい。まあ、ある種難しいですね。慣れてしまえば誰でも書けると思いますが。ので、まあ、ちょっとそこ丁寧に説明しながらやっていこうかなと思います。HWK もらいまして、int.split ですね。はい。で、次 C たくさん来るので、FO、まあ、in、レンジ、C とやってみましょう。で、C、C じゃないね。これ H だね。H 行来るんで。で、CI をもらいます。CI イコールインプットです。というわけで C を最初なんか物詰めておきましょう。0×W 個かな。あ、H 個かな。うん。で、そしたらまあ文字列が全部入っておしまいですね。これ空白区切りじゃないよね。ちゃんと詰まって入ってくるから。これで CIGA にアクセスすれば、まあ所望のものが得られます。で、あとは H×、まあ 2H+W 乗か。うん。の、場合分けをしましょう。で、まずどの列を選ぶかなんで、ローズ。これはですね、ビット全探索をしましょう。どれを使うかっていうのを、まあ、0、1で表すと、それちょうど2進数で0から2の H 乗までやることになりますから、フォーレンジイン、まあ、2の H 乗、こうかけます。シフト演算子です。ググってみてください。で、次、まあ、行も一緒ですね。あ、行じゃなかった。列はこう絡むんですね。で、まあ、これでいいでしょう。書くと長くなるんで。で、列はローでいきましょうか。で、レンジ、これ、W、あれ待ってよ。絡むって横だから、ここ W で、ここ H ですね。まあ、ここの順番は、混乱すると思うんで、ちゃんと W と H が何かを、勉強してください。H はハイドで、W はウィズスです。で、これで、どの行使うか、どの列使うかが、決まりました。
ので、あとは、すべて見ましょう。で、今、黒の個数ですよね。ブラックカウントなんで、ブラックイコール0とか置いておきましょう。で、4i in range h の 4j in range w しましょうね。で、これがちゃんと、塗られていないかどうかなんで、まあ、列もカラムズの中に入ってないし、i がカラム、どっちだろう。h と w の順番揃えたいですよね。先に h からするのが普通なんで、こうしましょうか。ちょっと待って、ミスった、はい。はい。で、こうですね。はい。HWHW と揃えるとバグりにくいです。で、こうしてしまえば、まあ、もし i 行っていうのが塗られてたらやばいんで、ここで、まあ、if、rose、まあ、i in rose みたいなことを書ければいいんですけど、そうはいかないんで、rose っていう、ビットの中に i ビット目が立ってるかどうかは、rose の、まあ、こうシフトして、i 桁目が2で、はい、桁シフトして2で割った割りが1ですかっていうのを見ればいいですね。で、まあ、これが1だったら、そこを赤く塗られちゃうんで、コンティニューしちゃっていいです。飛ばしましょう。で、J に関しては同じことします。ここでさっきも言った通り、似たような処理をコピペでやると。はい。こうすれば記述量が減って、しかもタイプミスもなくなりますね。ただ、マイナーチェンジを忘れると失敗すると。で、ここ今マイナーチェンジ忘れてますね。ローズじゃなくて、ここはカラムズです。はい。これでコンティニューされました。で、生き残ったやつは、ブラックで数えていいです。だから CIJ が、シャープだったら、ブラックを足してあげましょう。これは、まあ、前回の解説でもやったんですけど、まあ、こうやってもいいし、ちょっとおしゃれな書き方するなら、ブラックプラスイコール、これでいいです。はい。Python では、ブール型をイントとして解釈すると、true は1になり、false は0になります。こうですね。これでいいでしょう。で、最後に、この塗り方良かったのかなを見ます。if black が k 個だったら、k と一緒だったら、カウントプラスイコール0しましょう。あ、1ですね。カウントイコール0。はい。で、最後にプリントカウント。はい。これで良いかな。はい。ちょっと大きくなったからこうしましょう。これで全貌が見えます。さあ、じゃあ試していきましょう。Python 3 c.py 入力例をくださいなと。これの場合5だそうですが、どういう風にやるんでしょう。あ、まあ、僕もよくわかんないんですけど、5だそうです。で、これは1だそうです。何も選ばないときだけみたいですね。はい、いいじゃないですか。で、こちらは223で、まあ、無理みたいですね。はい。OK。3が素数だからだね。はい。で、これは A。アルファベットの A みたいなやつ。はい。で、208が出ているので OK でしょう。制約がとてもちっちゃいので、別にどんな言語でも通ると思います。Python で出しましょう。はい。テスト。B 取ってますね。さすがです。じゃあ、最後 D 問題いきましょう。Chat Inner Circle。あなたはオンラインゲーム AT Chat のチュートリアルを終えて、その場に居合わせたプレイヤー N 人で早速とある場所を訪れることにしました。この N 人には1から N の番号が振られており、人 I のフレンドリーサは AI です。それぞれがフレンドリーサを持っているんですね。で、尋ねる際にですね、N 人は好きな順番で1人ずつ到着します。あなたたちは迷子にならないために、すでに到着した人たちで感情に並んで、新たに到着した人は好きな位置に割り込んで加わるというルールにしました。はーん。で、最初に到着した人以外の各人は、割り込んだ位置から到着した時点で時計回りで最も近い人と、反時計回りで最も近い人のフレンドリーさのうち小さい方に等しい心地よさを感じます。うん、最初に到着した人の心地よさは0です。うん、まあこれ両隣だよね。はい。で、N 人が到着する順番や割り込む位置を適切に決めたときに、N 人の心地よさの合計は最大でいくつになりますかっていう問題で、ちょっとややこしいですね。なんかこの AT チャット全然関係ないじゃないですか。まあ文章だって適してそんなもんだから、ちゃんと見てみましょう。普通に数列が与えられると思いましょう。数列 N です。全部正です。で、そうですね。数列 A は N 項で全部正で、で、これを好きな順番に円環状に並べていくということなんですが、はい。まあ、入力例でやってしまうのが一番楽ですね。これ、2213です。あ、A あるやん。A あるんで見てみましょう。はい。人が来て3番の人が来ました。ここ調査0です。2番の人が来たら、まあ、その隣見ると、3、まあ、両隣が3だから、そのうちちっちゃい方が3ですね。で、次2の人が来ると、3と2でちっちゃい方だから2だと。で、次1が来ると、2と2でちっちゃい方だから1、2だから、まあ、ここ調査が2で、まあ、これ全部足すと7
で、これが一番いいみたいです。で、これはどんな順番で挿入しても全員1だから6って感じかな。はいはい。まあ、あの問題は分かったけど、さあどうやって最大化しようかという話で、ですね。まあ、挿入する順番を決めてしまえばどこに挿入するのが一番いいかは決まっちゃうんですか？そんなことはないか。まあなんかいろいろ人がいますと。で、人の並びまで決まっていれば、もうどこに挿入すれば一番高くつくかわかるわけですね。はい。まあに、A と B がいたら、このちっちゃい方がここ間に書かれてますから、まあ、各辺にスコアが貼ってあって、そこに挿入したら何点もらえるというのがわかるから、一番高いところに挿入すればいいんだけど、まあそうすると、そこの辺は死んで、また別の辺が2つ増えるわけですね。で、そしたら、ちっちゃい値にしかならなくなったりして、ちょっと困ったりする。っていうことがあるかもしれません。はい。うん。これどうしたらいいのかな？なんかすぐ思いつかないな。すぐ思いつかないけど、まあ見ては、なんかこの入力例見て思いつくのは多分大きい方から突っ込んでいくんだろうなっていう感じですね。で、まあ大きい方から突っ込んでいくとしましょう。はい。なんか大きい順並べます。数列 A を相当しました。はい。で、大きい方から並べていきます。まあ、大きい人は0しかコンフォートもらえませんね。どうせそんな感じです。で、次の人は絶対これをもらえますから、一番大きいのもらえた。一番大きいのもらえて、まあ、A1 もらえましたと。で、次の人は、どこに挿入しても、全部 A2 より大きいから A2 もらえますね。A にもらいました。で、次の人は A3 突っ込むと A3 もらいましたってなって、結局これは A1 から A3、まあ、最後以外の値がもらえますってわけですね。だから SUMA-MINA です。さあ、じゃあこれは必ず、まあこれは達成できることが分かりました。だからこういう時によくあるのが、まあこういういい感じに強そうなのが分かった時に、これより大きいのが作れないかどうかですね。例えば最大値を1回しか使えないっていうのは、なんか最大値2回以上使えたりすると嬉しいですよね。だからこれ各数字1回までしか使われてないんですよね。あの2回ぐらい使われたら嬉しいなって思うじゃない。さあ、どうしたらいいでしょう。2回使うためにはですね、まあなんか A があって B があって、まあ A の方がちっちゃいとしましょう。で、A を2回使いたいってなったら、ここに、まあなんか突っ込んだらとりあえず使えますと。で、突っ込んだと、あとも A の方がちっちゃくないといけないんで、C より大きい、A より大きいものをここに突っ込まないといけません。うん。となると、どうなるかというと、どうなるのこれ。いや、これね、多分みんな無証明で出すんだけどね、証明しないとダメだよね。京プロってそういうもんでしょ。さあ、どうやって証明しましょうか。まあ、多分それぞれ1回までしか使えませんということが言えるはず。この間にポン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 いろいろ入れていけば、まあ、だから1回しか使えないのは嘘なんだけど、1回使うとなんかだいぶ損しちゃうと。大きいやつを1個犠牲にするみたいなことが言えるのかな。もしくは、もっと逆の順番で、まあ、A1 は、たかたか1回しか使えないのはそうですね。A1、まあ、A1 がカウントされるときって多分 A1 しかいないときなんですよね。で、それとも A1 のそばには、絶対自分よりちっちゃいのしかいないから、まあ、同じのでもいいんだけど、だから A1 としてカウントされることはないと。まあ、だからこんな無限大みたいなものと思えばいいわけですね。はい。で、H は1回しか足せません。で、これは1回足せるから、まあ、よかったねって感じで。で、次 A2 についても同様で、A2 を2回足せることは、ないよね。まあ、A2、そうですね。A2 も1回までしか足せません。まあ、まず A2 を1回足すには A1 の次に A2 を入れるしかないです。で、A2 の次に A3 をまあ、A3 とか何かをどっかに入れるのも1通りしかないんで、ここに入れれば終わりだから。これですね。で、これは A2 より、まあ、ちっちゃいから同じなんで、まあ、A2 として数えるのも1回までです。それはそう。さあ、次 A3 はどうですかって話なんですけど、A3 を1回以上入れれることありますか。まあ、てか3より大きい数字って一般的な数字なんで、ここに関しては多分 AI にしていいです。AI が3より大きいとしましょう。で、これでしかも AI 以下は全部使えてますというときに AI をもう1回使えますかなんだけど、
これ使った瞬間に使うとその横、なんかこの照明筋悪いな、やっぱりこう真ん中に大きいもの入れても仕方ないみたいなことを言わないといけない。あれだね、大きい方から突っ込んでいかないとダメだねって言いましょう。 ABC どうしましょうの順番で、どうしよう。だからちっちゃいもの先に入れちゃったよみたいなことですね。 A より先に、 A よりちっちゃい B があって、 B よりちっちゃい C があるんだ、あじゃなくて、まあ、ABC でまず AC がありました。その間に B 入れるみたいなことしましたっていうふうなことが起きると、これは実は多分 ABC の順番で入れた方がいいよって言えるのかな。 AC、B で入れたとしましょう。でまず AC、B で入れた時と ABC で入れた時の違いなんですけど、まず A が入る瞬間の、だからまあここに X と Y があって、まあ AB、C の順番で入って、まあそっか、こうと限らないから一般的な照明にはなってないんだけど、だからまあこの場合先に B 入れてもよかったよって話なんで、 A が入った瞬間がありますよね。 A が入っていうか、普通に AB って入れるぐらいなら BA って入れた方がいいよって話かな。あ、その方がいいか、多分なんかそっちの方が筋良さそう。AB があって、 A の方が大きいのに B を先に入れました。でその後 A が横に入ってきましたってなると、何が起きるかっていうと、この人 B は A は絶対に数えられませんよね。まあこっちにそれより大きいのがあったら知らんけど、だから A が先に入る、あ、 B が先に入って A が先に入ると、でここに X と Y がいて、まあ B が入ったタイミングと A が入ったタイミングでは X とか Y がいたりなかったりする気がするんですが、まあ A が入ったタイミングで X がここにいたとしましょう。で X と B の代償関係とかもあって、それ考えるのめんどくさいから、このなんか順番がひっくり返ってる中で最大のやつとかいう風にしてあげれば、ここは絶対 B より大きいことになるんです。で、これは B より大きいですってなると、 A 入れたら B が入りますね。 B 点ゲットです。だけど、B を入れるタイミングで A を入れたことにしましょう。そしたらまあその時に何点入ったか分かんないけど、別に入れる数字の値は変わんないから、入るスコア変わんないんですね。その後何か入れた時に、本当は B 入ってたやつが A 入るかもしれないんだけど、まあそれは別にいいじゃない、それは増えてるから。で最後にここに B 入れる時に、あ、絶対増えてるから、あ、そうですね、全体的に増えてた方がいいですよね。てか大きい方がいいもんね。大きい方がいいもん。そうだわ。大きい方がいいんだよ。だって大きい方がいいもんね。そう、大きい方がいいから、そうだわ。はい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 。じゃあ、いっか。はい。最小値を引きましょう。というわけで、こういうのは、ぜひね、ちゃんと証明した方がいいと思うんですよ。証明してない人も、後で証明しましょう。で、A もらいます。A はマップイント、インプットとスプリットですね。で、とりあえず、答えは、サム、あ、全部が、オールサムは、サム A ですよ。で、ここから引く min a が答えです。はい。まあ、だから、こうでいくか。はい。こうなりますね。いや、なんか、そう、簡単なんだけど、証明が難しいね。でもそうね、大きい方がいいもんね。大きい方がいいから、おう、なんか怒られた。min は、あれ、min ってこれできなかったっけ？こう。あ、マップだからか。はいはいはい。リストにしましょう。はい。こうしてあげれば OK です。うん、まあ、そうなんだ。こうなんでしょうね、多分ね。だから大きい方が残っている方がいいと。残ってるメンバーが大きければ大きいほど、コンフォートネスは大きく上がるから、いいわけですね。なんか、そっか。普通だったな。アットコーダーあるあるの適当に良さそうな回を見つけたら、いい回でしたみたいなやつかなと思ったんだけど、違った。っていうか、ロングアンサーみたいです。困りましたね。これは困った。意外と、ロングアンサー多い。あれ一番ちっちゃいじゃないの？
やっぱダメじゃん、証明しないと。まあでも一番大きいのは1回しかできないし、2番目に大きいのも1回しか出せないよね。で、3番目に大きいやつは、何回足せますかっていう話ですが、こことここに入れれば1回ずつ足せますね。だから、1番大きいやつ1回足して、2番目の大きいやつ1回足せて、3番目に大きいやつは2回足せると。で、次に、3番目、4番目に大きいやつは、またその両隣に入れることで、2回足せる。2回足せる。だから、あれ全部2回ずつぐらい足せる？すごくない？それ。あ、待って、そんなこと言ったら、1でしょ？ 2 でしょ？で、3入れて、4入れれば、2が2回足せる。で、3を、次3が欲しいから、3の横にこう2個入れて、4等が。あ、5と6が入り、4の横に2つ入るから、7と8が入りって感じか。あれじゃあこれ普通に貪欲か。となると、まあ、だいたい2回足せる。最大値だけ1回。それ以外2回ですね。あ、そういうことか。って感じだから、A ドットソーとして、どこまで行けばいいんだろう。まあ、カウントイコール、0相当して初回以外2回ずつ入るから、まあそれでいいか、そうしよう。AA は括弧にしといて、 A 括弧 i in range A とかやあ for i in A とやあまあレンジ A にしとくか、レンジ N にして、最初のやつだけ if i イコール0だったら最初のやつだけ1回突っ込んで、そうじゃなければ2回突っ込むみたいなね。でして、そう、あ、相当しといてね、最初ね。相当して。あ、いっか。普通に2個ずつ突っ込みましょう。だから、AA は A 足す A です。で、AA 相当して一番大きいやつを取り除きます。で、for i in range 1から n 足す1まですれば、ちょうど1番目から n 番目までを取れますから、アンサーは0にして、アンサープラスイコール aa カッコ i でいいですね。プリントアンサー。こうか。4213。あ、これうまく隠したな。さっきみたいな引っかかり方をする人がいるということか。大変お恥ずかしい。あ、そう、あれ？ちょっと待ってよ。1,2,3,4,5,6,7。あ、6回しか取れない。あ、N 回も取れない。こうですね。最初0だから、こうなる。2,2,1,3。あ、違う。4,2,2,1,3で5？でも、それは嘘でしょ。これは3人でしょ？AA は A 足す A になってて、相当したらちっちゃい順になるじゃない。リバースしましょう。4,2,3。まあそうね。こうか。なんか恥ずかしい間違いしちゃったな。いや、あれですね、講釈垂れてちゃんと証明しなさいなんて言っておきながら、自分が証明をできてないし、なんなら誤った証明を合ってると思って提出しちゃって、ロングアンサーだなんてね。いやー、名前には、の箔が落ちてしまいますわ。まあ、とにかく今から A から D まで解けましたから、これで前半おしまいです。じゃあ E と F、お楽しみにしてください。わ、不穏な名前が書いてあるマルティプリケーション4だってさ。